皆さんこんにちは、動けるです。今日は動けるメソッドの中にあるモンキーを一緒にやってみたいと思います。パフォーマンスアップの中で、切り返しは非常に重要なセンテンスです。その中でどのようにバランスを取るのかを実際にやってみたいと思います。まず、片足に体重を乗せます。そして手を上げます。反対側の手はこのように、何か抱えるような形、そして足を上げていきます。このまま体を倒していきます。そうすると反対の動きになって、切り返しが行われてきます。少しやってみましょう。これはしっかりと、片足で踏んで、その次に切り返していくタイミング、体重を移動していくタイミングを捕まえるトレーニングになります。ではこれがどのような効果があるかを少し解説します。こちらを向いていただいて、モンキーで構えます。そうすると前から押しても倒れません。バランスが取れているからです。このまま手を入れ替えると簡単にバランスを崩して倒れてしまいます。このようにモンキーはパフォーマンス、特にスポーツの現場で重要な切り返しの速さを生み出すパフォーマンスの方法です。ではモンキーを一緒にやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。では一回リラックスして15回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。 OK です。みんなで一緒にパフォーマンスアップしましょう。